始まりました、なんとかなんとかとかやってますよ。今も恥ずかしい。2桁だったらやめようよ。逃げようか。思いやりを持って話さない。ええー、何でもよかったね、マジで。無視すんなよ、お前。顔見えてねえぞ、お前。新しい。やめとけ、新しいやめろ。ちょっと待って、お前。もっと新しい。いや、もっととか言うな。なんか来た。いや、来て。お、なんか。じゃあ始めようか。ふぅ。でもさ、違うんだよ。こう、5年ぶりぐらいだからさ、この番組的な感じが。え？お前それやめろ。もうその、なんか最初に、立ち位置をこう、バウンドするのちょっと悪い癖、お前。いたわろうよ。慣れるまで。何？慣れるまで。うわ、もう最悪。最初はグッ、じゃんけんほい。遅れてる？いやもないな、でも。あんまり遅れてない？うん。何をやるの？いやいや、ちょっとなんとなく、その、始まりましたかやってみようや。俺やろか？もうやってくれ。じゃあ、行きます。皆さん、こんにちは。こんにちは。錦戸亮です。赤西仁です。ですね、今僕と赤西くんはですね、東京とアメリカでネット上を通じてですね、つながっておりまして、こんな時期に何かができないかと思いまして、あの YouTube とかなんかこういう動画の配信をして暇つぶしにもなればいいかなと思ってやってるわけですけど。そうですね。僕ら5月何日やったっけ？20何日やったっけ？23、24じゃんぐらいになんかやる予定やったけど、もうとりあえずなくなっちゃったやんか。そうですね。ね、ほんまは。いやー、ちょっとやりたかったね、でもね、あれね。うん、まあまあまあ、いつ落ち着くか分からへんけど。これは何、この、いわゆる、こういうみんなが自粛しなきゃいけない、期間限定なの？分からん。どうする？再生回数、全然なかったら。ありえるぞ。別にだってその目指すとこがさ、その再生回数を稼いでどうのじゃないじゃん。まあそうやけどさ、そう言うたとしてお前どうする？お前二桁と。その時はもうやめようぜ、二人して。その時はやめよう。もう二桁だったらやめようよ。全部やめよう。今やってる会社とかも。そう。これってさ、 YouTube ってこれコメント欄とかあるよね。うん。あれ消せんのかな？また意地悪書かれるかもしれんやんけ、やめとけ。あれ消せんのかな？いや、わからん。でも消したら消したら逃げてるみたいじゃない？逃げようよ。逃げようか。逃げよう、怖いよ。俺も怖いよ、なんか。そういう、今までテレビに出てた人たち多いやんか。はいはい。そういう人たちが出ていく、なんか YouTube をこう、YouTube ならいけるみたいな、その軽々しくやってる感じは YouTuber に対しても失礼やん。うん、だからちゃんとそこには敬意払って、細々と、たとえ2桁でもやっていけばいいかなと思うから。まあそうね。うん、まあ危なくなったらすぐ消せばいいから。まあそうだね。逃げよう。すぐ。やめ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 。すぐ消せばいいから大丈夫。うん、チャンネル名と次回の名前を持って。赤西、錦戸、西西チャンネルとかにする？うわ、恥ずかしい。今、スタッフいてよかったの。まあ、この番組スタッフいてよかったな。二人やったらお前なんか言ってくれてると思う。そう頻度はもうそのさ、そっちのさ、あれでダセーよ、やめてくれ。こっちの都合でそのさ、あれやんのやめてくれ。JR もうあれじゃん、俺にはもうジュニアにしか見えない。気持ち的にそこから始めろっていうことかもしれないね。だって JR でいいやん、もう。ええー、何でもよかったね。マジでいや、なんか言うよ。え、なんか案出せよ。こんなん言い出したらお前さ、なんやねん、お前もう決まらへんやんけ。無視すんなよ、お前。顔見えてねえぞ、お前。ごめん。大変だね、これ、りょうちゃんね。新しい。
やめとけ、新しいやめろ、ちょっと待って、お前いらんこと言うな。仁と亮の寂しがり屋チャンネル。ちょっと待って、それ先から案出してるの誰なのそれ、ほんま。これみんなで考えたよ。おっさん5人そっちにいて、それだから、いや、あ、いや、これ言ったら俺決まっちゃいそうで、でもやだな。いいよいいよいいよ、言ってみて。いやいや、これだって俺なんか個人的にそんなしっくりきてないけど、うん、うまいこと言ってるから使われそう。何？ナノチャンネル。なんでナノだ？ NA でナじゃん、うん、のチャンネルは。っていうかもうそれでいいやんじゃん。ほら、だからこれが嫌なの。これ、このお前の、この、途中からちょっと飽きてくる感じが嫌なの。じゃあ、ジンさん、はい、これはノーグッドティー。あいいよ。これにしようよ。これだね。これだね。うん。これいいよ。いいじゃん。うん。なんか、面白くなくても大丈夫なような伏線も張れてるし。うん。そうだよね。うん。うん、企画何するか。企画ね、何やりたい。じゃあお前が延々と料理してるとこ見てるとかさ。それはもうノーグッドだね。ノーグッドだね。全然ノーグッドだね。ノーグッド TV、まあ、まあさっき言ってた、この画面上に誰かもう一人出てもらって3人で会話するのもできるやろ。まあゲストね。うん。誰が出てくれるのか知らんけど、どっちが友達いるか。無理だよ、俺もう2人ぐらいしか無理だもん。まあそうね、いきなり友達に電話してみた企画で3人で喋る、うん、これ何人まで喋れんだろうね。分からん。100人。100人。すごい。友達100人できるかな企画。無理だよ。じゃあ今とりあえずその思いつくさ、うん、企画みたいのボンボン言ってこいよ。で今そのジングル作ったりする？オープニングと。ああいいね。うん。あったら番組っぽくなるもんね。うん。生で作ろう。やだ。いやーいやー、そら。時間かかるって。あ、それいいやん。そうしようか。ノーグッドのロゴを2人で書いて対決。どっちがいいか。おお。手書きでね。いや手書きじゃなくても別に作ったらいいんやろ。それじゃあ考えよっか。とりあえずそれは走らせよう。スポンサーを自分たちで、うん、企業に電話して自分たちでスポンサーを取りに行く企画。自分たちでこの番組を通して営業してって、うん、20億とか30億でできるのか分かんないけど、そのお金でライブホールを作って。結構途方もないな、それ。ノーグッド TV テーマソングを作る。最後に10秒ぐらいのやつ。それ、りょうちゃんすぐできるじゃん。チャンネル登録よろしくってやったやそれ。え、今のは虹色侍の最後の終わりだけど。あ、ジングルみたいな感じで作ってんだ。りょうくん英会話。ジンくんが思うりょうくんの口癖を英語で伝授。りょうちゃんの口癖、英語で伝授できない。だって大阪弁だってできないじゃん。どういうこと？大阪弁でも日本語やんけ、お前。いや、そうだけど、大阪弁をその英語で表現できないじゃん。いや、別にちゃうやん。そこ言うてるんちゃうやん。ちゃうやんとかさ、ちゃうやんとかどういうことよ、それ。ちゃうやんやったら違うでしょってことを英語で言ってってことや。ノーグッド。ちゃうやん、こんな感じでええんちゃう、もう。別に英語勉強した人も見れるかもしらんし。そうね、そうね。うん。ただ、お前はネイティブの人からコメント欄で、こいつ何言ってんだよ、全然違えよっていう覚悟はしとけ。コメント消すもんだって。消すコメントできないようにするから。あ、じゃああれじゃない、俺らが知らんさ、若い子の間で流行ってることとかも試してもいいかもしれんし。ああ、それいいね。なんか、まあいろんな勉強やん、俺らも多分きっと、この場で。おっさんが何々やってみたけ、TikTok やってみた。TikTok やってる？やってないの。いや、アカウント作ったんだけど、うん、音楽に合わせてやるじゃん。恥ずかしくてできなかったわけよ。おっさんの印やで、お前。でもなんかちょっと恥ずかしいじゃん、あれ。いろいろ思いついたんだけどな、なんか。いや、お前それメモってお前も取っとけよ、お前。お前が書いとけよ。
なんで無視すんの、ほんま。ちょ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 。りょうちゃん、あれだよね。何？お前、酒飲むなよ、ほんま。昔から、お前。お前、キッチョム飲んどんな、お前。はあちゃん、ね、俺がはあ。あれいいじゃん、あれ。ツイッターでさ、リアルタイムにさ、質問して答える。いわゆる視聴者をこっちに寄せていくっていう。なんか面白いこととか、なんか思いついた人おるんやったら、あれあるやん。あの、2人のツイッターのオフィシャルのやつ。あれにまとめてもらう。個別で散るよりもそっちにまとめた方がよくない？で、はいはい、そこでなんか2人でこれやってとかあったらそれで募って、うん、可能性はまだまだ未知数やから、うん、できること探ってとりあえず次回が、ロゴ決めるで、まあまあどん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 いろんなことできるように進めていけるように頑張っていきましょう。なんかモチベーションが上がるようなゴールがあれば。うん、どこ行くねんお前。ごめん、ちょっと俺もおしっこ行ってくる。Everybody, everybody.